アーティストでハロシって言います。いやーそうですね、結構な量あるんじゃないですかね。今どのぐらいあるのかな、でも5、600枚かな。もともとはものすごい量があって11年ぐらいやってるんですけど、もう多分数千枚切って、やってきたんじゃないかなと思う。今は結構ない方ですかね。あ、集めてます。友達がスケートショップやってて、でそこに買いに来る人が結構置いてってくれるっていうサイクルがあって、でそれをまとめて回収して。まあそもそもあんま捨てられないし、やっぱ乗ってきた板だから、そういうのがすごい、もともと大量には自分のもんが持ってて、それがどうにもなんないななんて思ってたのが、まあもともときっかけになってる。あ、なんかいろんなもん入れてて、そのアップル作った時は iPod 入れたりとか、まあなんかそれがすごい好きなんで、そういうストーリーを作るっていう意味もあるし、まあ、なんか僕らがその中に魂を込めるっていうか、そういうことをするっていうプロセスがすごい面白いと思ってるから、まあ、それでいつもなんか中に、まあいろんな、あとはまあ大概絶対入れるのはもう折れたスケボーのピンとか、あのなんていうのかな、ボルトとかキングピンとか。いろんなものをまあチョイスして一個一個にまあ入れていくっていうのがありますかね。プライウッドじゃない木でとかで作品作りたいなとは思ってますね。いろんな素材使いたくって、コンクリートもいろいろ作ったりするし、普通に木でも作ったりするし、今はスケボーで作ってるんですけど、なんかいろんなものに合った素材を選んでいきたいなとは思ってます。スケボーはまあ好きだからスケボーで作ってるけど、まあなんかあんまり縛られすぎるのも良くないのかなと思って。